皆さんこんにちは。このセッションはデベロッパーゾーンの Dev01、 そこのドッカーファイル書いてるあなたちょっと待って、そのコンテナって安全ですかのセッションです。それではセッションを始めていきましょう。はい、座らせていただきます。まずはじめに自己紹介をさせてください。このセッションは2人で実施します。私は杉田聡人と申します。プロフェッショナルサービスに所属しています。プロフェッショナルサービスというのは AWS 利用のコンサルティングを有償で行う部門になります。好きな AWS サービスは Amazon EKS です。私のバックグラウンドとしては、前職は SIR でいわゆる SE を長くやっていました。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、続きまして高橋珠と申します。私もですね、プロフェッショナルサービスに所属しておりまして、クラウドアプリケーションアーキテクトというロールで、普段はですね、主にコンテナを活用したシステムのモダナイゼーションのご支援を差し上げております。で、好きな AWS サービスは AWS ファーゲットです。本日はよろしくお願いいたします。本セッションについてご説明します。想定している聴講者はコンテナや AWS のコンテナサービスの基本についてはある程度の理解がある方を対象としています。そしてコンテナを使ったアプリケーションを作成している、あるいは今後作成する予定があるんだけれども、コンテナイメージのセキュリティについて不安がある、そういった方を対象としています。セッションのゴールとしては、今後自信を持ってコンテナイメージを作成することができるように、より安全なコンテナイメージ作成のポイントを理解していただくことになります。はい、続いてですね、話すことと話さないことについて説明差し上げます。まず話すことなんですけれども、コンテナイメージ作成時のですね、よくある課題や、より安全なコンテナイメージ作成のためのポイント、またコンテナイメージ作成時のですね、補助ツールについて話をします。また逆にですね、話さないことなんですけれども、アプリケーションコード自体のですね、セキュリティについて、またコンテナイメージビルドのですね、パフォーマンス改善であったり、アプリケーション言語やですね、フレームワーク特有のですね、Docker ファイルの最適化、またこのセッションではですね、コンテナイメージ以外のスコープについては触れません。続いてこのセッションの進め方です。このセッションではロールプレイを実施します。ロールプレイの内容はプロフェッショナルサービスが実際に支援を行った内容を参考にしているのですが、フィクションになります。その後ロールプレイを振り返って改善を検討していきます。それではロールプレイに入っていきます。はい、ロールプレイの設定としては、私杉田がプロフェッショナルサービスのコンサルタントです。高橋タマが A 社という会社の開発チームの担当者です。タマさん、パーカーを脱いでお客様役お願いします。はい、それでは始めていきま す。こんにちは、プロフェッショナルサービスの杉田です。本日はコンテナの利用について相談があると伺っていますが、どのような内容になりますか？はい、こんにちは。こんにちは。弊社ですね、ECS を利用したウェブサービスをリリース予定なんですけれども、今回ですね、このリリースしてよいのか不安を抱えております。なるほど。今回はどのようなアプリケーションなんでしょうか？はい、こちらのスライドを確認してください。プラットフォームとしましては ECS ファーゲットを利用しています。でアプリケーションなんですけれども、 Java でですね、Spring Boot を利用した、弊社ではですね、よく利用しているアプリケーションの構造となっております。で CI/CD のですね、フローなんですけれども、開発者の、ローカル PC でアプリケーションジャーとコンテナのイメージをビルドしまして、で手動でですね、 ECR にプッシュをしております。でその後ですね、マネージメントコンソールで ECS のサービスをですね、アップデートしてサービスをですね、リリースしております。でここのですね、リリースの自動化については現在取り組んでおりますので、本日はですね、このリリースしているアセットですねが、安全となっているのか、より安全なのかといったところを確認いただければと思っております。なるほど。イメージが安全なのか不安ということですね。はい、なぜそのように思われたんでしょうか？
はい、そうですね。弊社 EC2 ですね、を、まあ、長く利用していますので、まあ、ノウハウはあるんですけれども、まあ、今回コンテナの利用がですね、初めてでして、特にセキュリティについて、まあ、何を気にしたらよいのかが分かっておりません。で、まあ、弊社ですね、開発チームと、まあ、基盤チームとあるんですけれども、まあ、どちらもですね、まあ、コンテナに対する知見が乏しくてですね、まあ、例えばですけれども、今の Docker ファイルが、まあ、適切なのかといったところが分かっておりません。なるほど。コンテナのセキュリティについて考えるときに気にする必要があるのはイメージだけではないんですけども、差し当たりイメージが気になっていると認識しました。はい、そうです。そのイメージを作成する Docker ファイルは今開発チームの方が書いているのか、それとも基盤チームの方が書いているのかというとどちらになるでしょうか。あ、どうなんでしょうか。仮想マシン時代、まあ、EC2 はですね、ミドルウェアと、まあ、アプリケーションライブラリーですねについては基盤チームが見てくれていたんですけれども、まあ、コンテナも引き続きですね見てくれるのかなと思ったんですけれども、今のところ見てくれている、まあ、基盤チームが見てくれている状況ではないです。なるほど。 ECS のタスク定義やサービス定義についてはいかがですか。あ、そうですね、そこもはっきりしていません。今はですね、基盤チームから渡されたものをですね、まあ、開発チームが当たりをつけて、まあ、ほぼですね、そのまま使っているような状況になっております。わかりました。ありがとうございます。では、その Docker ファイルを見せていただくことはできますか。はい、こちらになります。なるほど。ベースイメージは Amazon Linux 2になっていますが、このイメージを選択した理由は何かありますか。あ、そうですね、EC2 で Amazon Linux 2を利用しておりましたので、まあ、引き続きコンテナでもですね、Amazon Linux 2を採用しております。まあ、ただですね、まあ、この採用にあたっては、まあ、特にですね、深く検討したという経緯はございません。なるほど、わかりました。その後、YAM で Java Amazon Colette をインストールされていますね。はい、YAM Clean All でキャッシュも消していますと。はい、その後アップジャーをコピーしていますが、これは開発者の PC でビルドしたジャーをイメージの中にコピーしているということですか。はい、そうです。わかりました。その後アットコンフィグという行がありますが、ここは何をしているんでしょうか。あ、そうですね、ここはデータベースの接続情報など環境ごとに異なるところですねをアプリケーションに渡しているんですけれども、まあ、そのプロパティファイルを格納しているものをですねコピーしています。わかりました。ということは開発だったりステージングだったりといった環境ごとにコンテナイメージを作っているということになりますか。あ、そうです。デブ、ステージング、プロドといったごとにですね、Docker ファイルを作っております。わかりました。なるほど。それで最後このコマンド命令でスプリングのプロファイルでプロドというのを指定しているんですね。はい、そうです。仮想マシン時代のですね、デプロイシェルを、まあ、利用して、まあ、ここ工夫したんですけれども、スプリングプロファイルズでプロドを指定しておりますので、まあ、これは本番環境用の Docker ファイルとなっております。なるほど、わかりました。ありがとうございます。本日ヒアリングさせていただきたいこととしては以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、以上でロールプレイは終了です。タマさん、また AWS のパーカーを着てください。はい、ここからはまた2人ともプロフェッショナルサービスのコンサルタントとしてロールプレイの内容を振り返っていきたいと思います。はい、大丈夫です。弊社にヒアリングした内容をサマリーしてみました。どんなことをおっしゃっていたのか確認してみましょう。まず作成したイメージについて安全なイメージが作れているのかを確認してほしいということをおっしゃっていました。その理由としては開発チームも基盤チームも EC2 ならわかるんだけれども、コンテナは初めてで何を気にしたらよいのかよくわからないということをおっしゃっていました。つまりコンテナのセキュリティについてその全体像が分からず漠然と不安であるということが課題として挙げられるかと思います。そうですね、そのような課題ありましたね。他にはですね、Docker ファイルを誰が管理するのかが明確ではなくて、まあ、とりあえず作成されたものが使われているというような状況でした。 ECS のタスク定義や、まあ、サービス定義も同様でしたね。まあ、つまり Docker ファイルの責任の所在が曖昧になっているというような課題がありました。そのDocker ファイル、実際のものについても確認させてもらったところ、ベースイメージについては Amazon Linux 2を使っているのだけれども、深く検討したわけではないということをおっしゃってました。またコンテナイメージの中には環境ごとの設定ファイルを含めていて、環境ごとにイメージを作っているという状況にありました。以上の2点だけではないんですけれども、Docker ファイルについてはいくつか改善できそうなポイントがあるというのが見受けられたかなと思います。
以上の3点の課題についてこの後1つずつ見ていきたいと思います。まずコンテナセキュリティの全体像がよくわからないという課題です。コンテナに関するセキュリティの全体像の理解については NIST という米国のセキュリティ機関が出している NIST SP800-190 アプリケーションコンテナセキュリティガイドというガイドラインが参考になります。このガイドラインではコンテナに関わるコンポーネントを整理し、コンポーネントごとに存在するリスクと対策を整理しています。例えば、イメージというコンポーネントには、イメージに脆弱性が含まれるリスクがあり得るだとか、レジストリには、レジストリへの認証認可が不十分であるというリスクがあるということが書かれています。そのリスクに対して、例えばイメージの脆弱性スキャンをやりましょうといったことが対策として書かれています。このガイドラインを参考にすることで、何を気にするべきなのか、コンテナセキュリティの全体像が理解できるかと思います。最初にこのセッションで話すこと、話さないことでもお伝えしたんですが、このセッションではこのピンク色で囲った部分ですね、イメージに関する部分だけをお話しします。コンテナセキュリティの全体像という意味では、このセッションの内容は不十分です。イメージ以外の部分については、この NIST のガイドラインやこちらに挙げている AWS ブラックベルトなどの参考資料をぜひ参考になさってください。はい、続いてですね、Docker ファイルの責任の所在が曖昧になっているという課題がありました。まずですね、仮想マシン時代と比べて、コンテナは新しいレイヤーと言えると思います。そのためですね、今回のように当時の定義に引っ張られた責任の境界はですね、責任の所在が曖昧になって、強いてはですね、メンテナンスが不十分となりがちです。ですので、Docker ファイルや、ここにありますように ECS のタスク定義等のですね、コンテナレイヤーのメンテナンスについてですね、体制や運用を鑑みて、改めてですね、責任の範囲を明確化していただくのが重要なポイントとなります。で、この運用を踏まえた境界の考え方についてですね、このセッションでは深く触れませんけれども、この件について触れているおすすめのセッションございますので、ぜひチェックいただければと思います。最後に、Docker ファイルに改善の余地があるという課題です。まずそもそも、より安全なコンテナイメージとはどんなイメージなのかについて確認しましょう。ここでは大きく3つの観点でまとめました。まず、必要最小限のコンポーネントを含むようにしてください。アプリケーションの稼働に不要なものは含まない方が良いです。これによって攻撃の対象となり得る領域、いわゆるアタックサーフェスが少なくなります。結果的にイメージのサイズも小さくなるので、ダウンロードが早かったり、起動が早いといったメリットも得られます。次に、一つ目と似ているんですけども、必要最小限の権限を持つようにするということも大切です。アプリケーションの稼働に不要な権限は持たせないようにしてください。例えば、ルートで実行する必要がないアプリケーションであれば、非ルートのユーザーで実行した方が良いです。さらに、特権や特権承諾につながるような、フラグ、例えば SU コマンドはコマンド自体に特権承諾が可能なフラグがついていますけれども、そういったコマンドについてはコンテナイメージに含めない方が良いです。あるいは特権フラグを削除するという対応が必要です。最後、3つ目ですが、脆弱性のあるコンポーネントが含まれていないかをチェックする、いわゆる脆弱性スキャンも必要です。脆弱性スキャンは一度実行すれば良いというわけではなくて、時間の経過とともに新しい脆弱性が発見されることがあるため、定期的にチェックを行うということが重要です。今ご説明したような、より安全なコンテナイメージを作成するために、参考にできるガイドラインについて2つ紹介させていただきます。一つは Docker ファイルのベストプラクティスです。こちらは Docker 社が出しているドキュメントで、こちらで Docker ファイルを書く際のベストプラクティスが丁寧に紹介されています。もう一つが CIS Docker ベンチマークです。CIS も米国のセキュリティ機関で様々なベンチマークを出しています。Docker に関するベンチマークも出していて、このベンチマークではホスト AS の設定だったり、Docker デーモンの設定などに関するチェック項目が書かれています。4章の部分では Docker ファイルに関する Docker ファイルの書き方ですねに関するチェック項目も書かれているので参考にすることができます。これらのガイドラインをよく理解して、それで Docker ファイルを記載するということが大切です。しかしながら、
なかなかこのドキュメントの内容を理解するというのは大変なことかなと思います。そこで本日に関しては我々プロフェッショナルサービスの2人で事前にディスカッションをして、特に重要だと思うプラクティスを12個選んできました。はい、12個。はい、それがこのこれですね。The 12俺たちの Docker ファイルベストプラクティスです。はい、まあ、何か聞いたことありますね。そうですね。コンテナのアプリケーションを作っていく上では、12ファクターアップという考え方が大切なことをご存知の方も多いのではないかなと思うんですが、ちょっとそれに引っ掛けたタイトルになってます。我々としてはこの内容が特に重要かなと考えています。この後はデモを行っていくんですけども、デモの中ではこの12個の中でも今色を変えた部分、オレンジの部分について実際のお客様の Docker ファイルを直していくということをやりたいと思います。はい、それではデモに入っていきましょう。はい、お願いします。こっちでメインですね。デモの画面に、はい、すみません、はい、私の方ではこのクラウド9の環境を使ってデモを行っていきます。今表示されているのが先ほども確認したお客様の Docker ファイルですね。はい、で Spring Boot のアプリケーションになりますので、ソースコードはこの辺りのソースディレクトリに格納されています。でまずアプリケーションのジャーをビルドするところからやっていきましょう。はい、メイベンコマンドを実行してアプリケーションのジャーをビルドしましょう。はい、メイベンプリンクアップパッケージですね。はい、はい、これでジャーがビルドされました。で引き続いて Docker イメージをビルドしましょうと。この Docker ファイルのビルドですね。はい、V1 スプリングブートの V1 というタイトルで作ります。ちょっとなんかターミナルが狭いですね、うん、はい、で今ちょっとビルドに時間がかかるんですが、タマさんはこの Docker ファイルを見てどこが気になりますか？そうですね、この3行目と4行目でランが続いているところですね。ちょっとそこが気になりますね。そうですね、Docker イメージというのはこうレイヤーを重ね合わせて出来上がっていくんですけども、 Docker ファイルでランという命令をするとそこでレイヤーが出来上がります。この Docker ファイルだとその次のレイヤーで YAM クリーンオールを実行してキャッシュを消しているんですが、一度レイヤーが出来てしまった後ですとファイルを削除しても削除フラグが立つだけで、まあ消えたように見えるんですけども実際のファイルは消えていないという状況になります。はい、なのでここはまとめた方が良いところですね。ターミナルを開き直しますね、うん、はい、はい、では今作ったイメージを確認しましょう。ビルドが終わったところですね。はい、 V1 というイメージが 800MB のものができています。はい、はい、でこの後 Docker ファイルをリファクタリングしていくんですけど、元のファイルがどうだったのかバックアップを取っておきます。そうですね、実行してきて、はい、で今作ったイメージ実行してどんなアプリケーションなのかを見てみましょう。 Docker Run ですね。8080ポートですね。はい、はい、今 Spring Boot が起動しています。クラウド9でプレビューができますのでプレビューを実行してみます。お、便利。はい、はい、こんな感じでハローとユーザー名を表示するだけのシンプルなものになっています。このユーザー名はコンフィグとしてイメージの中に入れているこのプロパティファイルから持ってきているものが表示されている形になります。はい、一旦これは閉じて、はい、ではここからこの Docker ファイルを直していきましょう。まずタマさんもおっしゃられていた LAN はまとめた方が良いよねというところですね。ここは、アンドアンドでつないでまとめてしまいましょう。はい、で必須ではないんですが YAM のキャッシュディレクトリについても明示的に削除した方が良いかなと思います。
方ですね、うん、のような形です、はい。続いてなんですが9行目アットをしている箇所があります。で一般的にアットよりもコピーという命令を使った方が良いとされています。コピーは単にファイルをコピーするだけですが、アットというのは他ファイルを展開したりだとか、あとはリモートからファイルを取ってくるというような機能があります。そういった機能が不要な場合にはアットではなくてコピーを使った方が良いです。はい、はい、で今コピーに直しましたが、このコピーで宛先としている場所が今これは相対パスで書かれています。相対パスで書かれているということは現在の作業ディレクトリにファイルがコピーされているのですが、コピーされるのですが、このドッカーファイルを見てもどこがこう作業ディレクトリなのか明確ではないかなと思います。ですのでワークディアというのを指定してどこが作業ディレクトリなのかっていうのを明示した方が良いです。このような形ですね。はい、でだいぶ良くなってきましたが、このドッカーファイルで一番気になるのはこのコピー設定ファイルをコンフィグを中に入れているというところになります。でお客様は関係ごとにイメージを作っているということをおっしゃっていましたが、せっかく Docker を利用しているのでどんな環境でも同じイメージが動くというコンテナの利点を生かすためには、開発環境あるいは CI の環境でビルドしたイメージをそのまま今度はテスト環境に持っていってテストして、同じイメージを本番環境に持っていって実行するようにした方が良いです、うん。はい、なのでこのように設定ファイルは入れない方が良いのですが、じゃあどうしたら良いのかというところですと。でどのようにしたら良いのかはアプリケーションに依存するところがあるんですが、今回のスプリングブートでその環境ごとのものとして渡しているのはこのプロパティファイルのものになるんですが、スプリングブートの場合環境変数としてこのプロパティと同じ内容を渡すことができます。例えばこのような形で、Docker ランの実行時に -e というのを渡すことで環境変数を渡せます。プロパティファイルで指定しているプロパティ名を大文字にしてかつアンダーバーでつないだというこういうネーミングルールで環境変数を渡すと、こういった設定情報を渡すことがプロパティとして渡すことができます。ではこれで試しに実行してみましょう。今回は env-dev ユーザーという値を渡しているんですね。そうですね。で同じようにプレビューしてみると、うん、今度は dev ユーザーというのが今環境変数から渡した値が使われているかと思います。素晴らしい、はいはい、ではまた一旦これは OK で、あとはですね、あ今設定は外から渡すようにしようということにしましたので、このコンフィグはもう消してしまいましょうと。で最後のプロファイルを指定する部分も不要になります、うん、でだいぶ良くなってきたんですが、あと一つ直したいですね。でこちらの今の Docker ファイルですと特にその実行ユーザーを指定していないので Java のプロセスはルートユーザーで実行されます。良いイメージとはというところで権限は最小限がいいということをご説明しましたが、ルートで実行する必要がないのであればユーザーを指定して非ルートのユーザーで実行した方が良いです。でこのコンテナイメージの中でユーザーを作成してそのユーザー名を指定してもいいんですが、単にユーザー ID を指定するだけでもこのコンテナの実行時にはこの UID でプロセスが実行されます。はい、ではこのようにします。でこれで一旦いいかなと思いますので、うん、そうですね、ビルドしましょう。こちらをV2 としてビルドします、うんうん、V2 タブですね。はい、ちょっとまたここで時間がかかるので今直した内容について見てみましょう。今直した場所ここですね。まずワークディアというのをちゃんと指定するようにしました。またランのコマンドをまとめて不要なレイヤーを作らないようにしてヤムクリーンオールでちゃんと削除が有効に機能するように変えました。またコンフィグを設定に入れるのをやめました。さらにユーザーを指定して非ルートのユーザーで実行するように変えました。はい、ではイメージもできたので見てみましょう。
はい、V2 というイメージが出来上がっていて、500メガバイトぐらいになったので300メガバイトぐらい小さくなりました。これはその LAN をまとめたことで YAML クリーンオールのキャッシュの削除がちゃんと機能した機能するようになったというところによります、うん、はい、ではちょっと忘れないうちにこちらの Docker ファイルもバージョン、バックアップを取っておきます。 V2 ですね。はい、再びスライドに戻りまして、まあ、ここまでで俺たちのベストプラクティスと言わせていただいているもののうち、このこう丸したところが改善されたかなと思います。引き続いて残っているベースイメージのところを見ていきましょう。はい、代表的なベースイメージについてここではいくつか挙げてみました。で、今回のお客様は Amazon Linux 2を使われています。で、本日はちょっと時間がなくてそれぞれのイメージについて特徴を説明する時間がないんですけども、大切なこととしてはそれぞれのイメージに特徴がありますので、その特徴を理解した上で要件に合ったものを選択するということが大切になってきます。プロフェッショナルサービスで支援している案件では AWS のサポートが受けられるだとか、あとは使い慣れているという理由で Amazon Linux を使っているケースが割と多いかなという印象があるんですが、ここは要件に応じて選んでいただくように選んでいただくということが大切です。またそのベース OS を決めるだけでは不十分です。今回は Java のアプリケーションでしたが言語ランタイムが必要になります。言語ランタイムが導入されたイメージを用意する方法としては大きく2つあります。1つ目の方法は今回のお客様が得られていたようにOS のみのベースイメージをまず決めた後に言語ランタイムをやむなり他を展開するなりで自分で導入するという方法です。こちらはイメージの中に何を含めるのか完全なコントロールを効かせられるという点がメリットになります。もう一つの方法は Docker の公式イメージや AWS が公式に提供しているイメージなどあらかじめ言語ランタイムが入っているものを使用するという方法です。こちらの方法の場合でもベースの OS に関してはいくつかのバリエーションの中から選択できることが多いです。 Amazon Coletteというベースイメージの場合でもそのベースの OS としては標準の Amazon Linux 以外に Alpine Linux のものも提供されています。こちらの方法2の方法のメリットとしては専門家によって最適化されたイメージが容易に導入可能であるというところになります。自分で言語ランタイムを入れていく場合は気を使ってあげないと不要なパッケージが入ってしまったりということがありますが、あらかじめ専門家が作ったイメージであればそういったことはありません。こちらに関しても要件に応じて適切な方法を選んでいただければと思いますが、一般的には方法2の方がおすすめかなと思います。ですので今回の Docker ファイルも方法2の方に変えていきましょう。ではまたデモですね。デモですね。はい、では from のこの Amazon Linux を Amazon Coletteというコレットが入ったイメージに変えましょうと。はい、で Java のバージョンとしては11を利用しているので11を指定します。また Java のバージョンが勝手に上がってしまうと困るという場合はちゃんとアップデートバージョンまでタグとして指定してあげた方が良いです。はい、で今のこの記載ですとイメージがどこからダウンロードされるかというと Docker Hub からダウンロードされます。で今回のように ECS 上 AWS 上で実行するのであれば Docker Hub よりかは ECR Public を利用していただいた方がネットワーク的に近いので、まあ、ダウンロードが早いですし Docker Hub のレートリミットに引っかかったことがある方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、レートリミットも緩やかなので、まあ、こちらを利用していただいた方が良いかなと思います。はい、ではこのイメージの名前をコピーして from を書き換えましょう。はい、これです。良いですね。はい、で from ですでに Amazon Coletteが入っているイメージとなったので、まあ、LAN で自分で導入するという必要はなくなります。はい、こちらでできたかなと思います。ではまたイメージをビルドしましょうと。
はい、今度は V3 という名前でイメージを作ります。はい、今度はちょっとやむがなかったんで早かったですね。ではまた Docker ファイルについてはバックアップを V3 という名前で取得しておきます。はい、で出来上がったイメージを確認すると、V3 ですね。サイズとしては、まあ、先ほどよりもさらにちょっと小さくなったかなと思います。うん、最適化されてますね。はい、で、まあ、スプリングブートならではの Docker ファイルの最適化はまだ他にも考えられるんですが、一旦一般的な最適化としてはこれで良いのかなと思います。はい、で今確認変更したところを確認しましょう。ベースイメージについて from のところを書き換えて、まあ、タグをちゃんと指定して、さらに今回 ECR からダウンロードできるイメージなので ECR を指定するようにしました。はい、これで俺たちのベストプラクティスのうちの、まあ、予定していたオレンジのところについては全て改善できたかなと思います。そうですね、こうなってますね。はい、続きましてですね、ここまではベストプラクティスをですね理解していることを、まあ、前提とした Docker ファイルの実装を行ってきましたけれども、まあ、このですね、まあ、Docker ファイルをメンテナンスされる方々、まあ、皆様がこのベストプラクティスを理解していくというのは、まあ、なかなか難しい部分なのかなと思います。まあ、ですので、まあ、こういった作業をですね補助するツールについて説明をしてみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。まずですね、コンテナの静的解析ツールの紹介となります。今回は2つですね。で1つ目がハドリントと言います。でハドリントはですね Docker ファイルの静的解析ツールとなりまして、 Docker ファイルがベストプラクティスに従っているかをチェックしてくれるツールとなります。でハドリントはバイナリーをダウンロードして、そのまま実行することが可能ですので、お手軽にですね実行することが可能なツールとなっております。でまたですね、VS コードのエクステンションがあるといったようなですね、特徴がございます。で2つ目がですね、ドックルです。ドックルはですね、コンテナイメージの静的解析を行ってくれるツールです。まあ、ですのでコンテナイメージがですね、ベストプラクティスに従っているかをチェックしてくれるツールとなります。でベース OS イメージ側の、設定内容についてもですね、チェックしてくれるというような特徴がございます。またですね、ドックルもですね、バイナリーをダウンロードして、そのまま実行することが可能ですので、こちらもですね、お手軽に実行することが可能となります。それではですね、よいしょ、あ、間違った。ここですね。おっとっとっと。はい。この2つのツールについてデモを行ってみたいと思います。はい、こちらですね、表示されている画面なんですけれども、VS コードの画面なんですけれども、先ほどのですね、クラウド9につながっております。ですので、ここで見えているファイルリストであるとかですね、ここで見えているターミナルですね、よいしょ、については、クラウド9に接続されているものです。はいはい、ではですね、まずハドリントから、ですね、実行してみましょう。よいしょ、ハドリントですね。ハドリントは Docker ファイルを指定しますので、最新 Docker ファイルについて実行してみます。はい、何もないですね。つまりですね、指摘がないということなんですけれども、この Docker ファイルはベストプラクティスに従っている、沿っているというようなことがうかがえます。で、初めのですね、V1 ですね、修正する前の、これ V3 の Docker ファイルだったんですけど、 V1 のですね、Docker ファイルに対してもハドリントをかけてみましょう。はい、4つ出ましたね。で1つ目がですね、YAM コマンドの後に YAM クリーンオールありませんよというような指摘、これはですね、V1 から V2 に移行するタイミングでですね、回収するタイミングで対応した指摘となりますね。で2つ目が、LAN コマンドが2つつながっているといったところですね、ここもですね対応しましたね。で、3つ目がですね、ワークディアがセットされていませんというような内容ですね、ここも対応したかなと思います。で4つ目もアドの代わりにコピーを使ってくださいというような指摘となります。ここもですね、V3 に回収するまでにですね対応した内容となります。ですので、ですね、この Docker ファイルを実装するにあたってですね、このハドリントを実行しながら Docker ファイルを実装するというようなやり方もありますし、例えばですけれども、Docker ファイルを Git リポジトリで
管理してですね、その Git リポジトリと統合して、Git リポジトリにプッシュしたタイミングで、このリンターみたいな形で使っていただくというような、実装の方法もあるのかなと思います。またですね、先ほどご紹介した内容として、この VS コードのエクステンションがございます。ハドリントについては。このようにですね、先ほどの V1 の Docker ファイルを開くと、ハドリントの内容がですね、この VS コード上で表示されるようになっています。一覧もですね、このように確認することが可能です。ですので、VS コード上でですね、確認しながら Docker ファイルを実装するといったこともできるのかなと思います。はい、続いてですね、Docker についてやってみましょう。はい、Docker はですね、Docker イメージに対しての、静的解析ツールとなりますので、Docker コンテナイメージを指定します。最新のですね、V3 に対して実行してみます。最新のイメージに対して実行すると、2つですね、指摘が上がってます。インフォレベルなんですけれども、1つ目がですね、Docker コンテントトラストというですね、Docker イメージに対して署名をする機能が、有効になってませんよというようなですね、指摘となっております。こちらの機能なんですけれども、今回利用するですね、ECR では、現状ですね、利用できない機能となっておりますので、改めてここでですね、この指摘に対応することは必要ないのかなと思いますので、この指摘に対しては、スキップをしたいと思います。で、2つ目ですね、ヘルスチェックというステートメントがですね、指定されてませんよというような指摘なんですけれども、こちらはですね、今回利用する ECS では、参照されないようなステートメントとなっておりますので、ここもですね、改めて実装せず、対応せずですね、スキップで良いのかなと思います。ですので、この2つのですね、指摘に対しては、スキップで良いかなと思いますので、イグノアとしてですね、この -i オプションでイグノアができるんですけれども、再度 Docker を実行してみたいと思います。はい、出ましたね。このようにですね、他の指摘がありませんので、このコンテナイメージに関しましては、ベストプラクティスに従ったコンテナイメージであると言えるかなと思います。はい、続いてですね、初めのですね、V1 に対してもかけてみましょう。はい、出ましたね。ちょっと広げます。よいしょ。はい、実際3つ出ましたね。で、1つ目がですね、アットの代わりにコピーを使ってくださいという形で、これはハドリント側でもですね、指摘のあった内容です。で、2つ目がですね、コンテナ用のユーザー作ってくださいねということで、V1 の時にですね、ユーザーステートメントを追加して対応したような指摘の内容となっております。で、3つ目がですけれども、これはですね、特権や特権昇格につながるようなコマンドが含まれてますよというような指摘ですね。で、この指摘内容については、V3 ではなくなっていたので、対応されている箇所があると思うんですけれども、特に V1 の時に明示的に対応したというところはなかったのかなと思います。というのもですね、この V2 から V3 でベースイメージを、変えた、変更した部分がある、コレットのベースイメージを指定したと思うんですけれども、その対象の、ベースイメージが、この指摘内容に対応されたベースイメージだったので、V3 のタイミングでですね、この指摘はなくなっているというような状況となっております。でですね、この2つ目と3つ目ですね、これはハドリント側では指摘されなかった内容でしたね。ですので、ハドリントだけではなくてですね、Docker も合わせてですね、この2つともツールを実行していただいて、より安全なですね、ベストプラクティスに従ったコンテナを作っていただくというのが、非常に重要なポイントなのかなと思います。はい、ではですね、続いてスライドに戻らせていただきます。はい、続いてですね、コンテナイメージの脆弱性スキャンツールについて2つ紹介します。で、Docker ファイルの実装における、補助ツールではありませんけれども、冒頭でご説明しました、より安全なコンテナイメージを運用するという上ではですね、コンテナイメージに対する脆弱性スキャンというのは、継続的に実施いただくという部分に関しましては、より重要なポイントとなりますので、今回紹介させていただきます。まず1つ目がですね、トリビーですね。OS パッケージと言語依存の言語固有のですね、依存関係に対するスキャンを実施してくれるツールとなっております。
で比較的ですね、新しい機能になるんですけれども、Docker ファイルを含むですね、IAC の静的解析も実施してくれるようなツールになっています。でトリビーもですね、バイナリーをダウンロードして、そのまま実行することが可能ですので、まあ、割とお手軽に使えるようなツールなのかなと思います。で2つ目なんですけれども、ちょっと本日ですね、お時間の都合で、簡単な紹介になるんですけれども、Amazon の ECR ですね、こちらにもイメージスキャン機能がありますよという紹介になります。端的に申し上げますと、ECR にプッシュしたタイミング等で、このような脆弱性スキャンを実行するようなツール、機能ですね、となっております。ですので、本日はですね、よいしょ、トリビーを利用したデモをしてみたいと思います。ではですね、まずですね、最新のイメージに対してトリビーを実行してみたいと思います。トリビーですね。はい。イメージを指定したいので V3 に対してですね、実行します。はい、実行されました。でトリビーにですね、OS のパッケージと、これ8件出てますね。Java ですね、アプリケーションに対しての脆弱性スキャンを実行してくれます。でここでですね、8件出て OS パッケージ側に8件出ているんですけども、カールですね、カールの脆弱性が指摘されています。でフィックスバージョン出てますので、最新のですね、 Docker ファイルに対して YAML のアップデートを実行してですね、この脆弱性に対してパッチが当たるかを確認してみたいと思います。はい、そうですね、このようなコマンドを追加して、ビルドですね、ビルドを実行したいと思います。ごめんなさい、ビルド、よいしょ、はい、V4 ですね、ごめんなさい、これのよいしょ、こうですかね、はい、V4 のタグでですね、実行してみたいと思います。はい、出来上がりました。ちょっと改めてですね、Docker イメージ LS を立てて、V4 ですね、若干パッチが当たってますので若干サイズは増えてますけれども、 V4 のイメージができました。改めてですね、このトリビーをもう一回この V4 にかけ対してかけてみたいと思います。ちょっと待ってくださいね、これですね、4ですね、はい、はい、そうですね、先ほどの脆弱性がなくなっておりますのでよろしいのかなと思います。はい、で改めてですね、この Docker ファイルの V4 に対して、どのようなところを直したかを見直してみましょう。でこのオレンジ色の部分ですね、脆弱性のあるパッケージをアップデートするようなコマンドを追加しました。で YAML コマンドを実行してますので、漏れなくですね、 YAML クリーンオールも忘れずにですね、追加しているところがポイントとなります。はい、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。はい、ここまでですね、ベストプラクティスに沿った Docker ファイルの実装方法についてですね、紹介してきましたけれども、そもそもですね、Docker ファイルの実装をせずにですね、より安全なコンテナイメージを作成するといったですね、世界もございます。そのツールについての紹介となります。で本日はですね、クラウドネイティブビルドパックス、CNB に対する紹介となります。で CNB はですね、言語やフレームワークに応じた推奨設定やベストプラクティスに準拠したですね、コンテナイメージを作成してくれるツールです。要するに Docker ファイルを書かなくてもベストプラクティスに準拠したですね、コンテナイメージを作ってくれるツールとなっております。で Java を含むですね、 .NET Core であるとか、Ruby、Node、Go、Python といったですね、さまざまな言語をサポートしているツールとなります。そうですね、本日ですね、このデモを実行したいところだったんですけども、ちょっとお時間が迫ってまいりましたので、ここは本日残念ながらスキップさせていただいて、はい、まとめに入らせていただこうと思います。はい、本日ですね、より安全なコンテナイメージの作成のポイントとしてですね、 Docker ファイルを誰が書くのかですね、責任範囲を明確化するといったところを説明させていただきました。
また Docker ファイルのベストプラクティスですね、CIS Docker ベンチマークであったり、 Docker ファイルのベストプラクティス、また我々が考えたですね、 The 12俺たちの Docker ファイルベストプラクティスみたいなものですね、こういったところを学んでいただいて、さらにはですね、それを補助するツール、リンター等のツールを活用していただくというようなことをお話しさせていただきました。また最後にですね、デモはちょっと実行できなかったんですけれども、ユースケースによってはですね、Docker ファイルを書かずにですね、コンテナイメージを作るようなツール、こういったものもございますので、ユースケースによってご検討いただくといったところを、紹介させていただきました。はい。それではですね、お時間になりましたので、今日はですね、皆さんご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。引き続きですね、AWS サミットおよびデベロッパーゾーンですね、続いてまいりますので、お楽しみいただければと思います。それでは皆さんご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。